無理かもね。もし宿泊するんやったら1日乗車券とか24時間乗車券買うね。まあ目的ないしな。こうもない限り止まらんわ、ここは。まあ、ただよ、東北方面行くんやったらここで一泊して、俺からまた行くわ、東北新幹線。で、いったら上の駅で行くな、どの道と。普通路線で行かんとあるからね。で、こういうわけで、私が向かってるのは、市場前の、豊洲市場の市場前ですね。あそこもゴジラの舞台にしようか。あ、プリキュアも使えるね。プリキュアの戦闘場面、ぴったりやな。まあ、どんち戦場にあります。仕方ないんですよね。うん、どんち立地条件に良かったんです。それでみんな東京舞台にそういうこと、そういうことでした。そういうことや。知名度じゃなくてここが主戦場だったの。そういうこと、日本の主戦場あだになったな、本当に。あのシン・ゴジラでもそうやけど、大田国の学部室でゴジラがあんなん付着させて、あの、もう自主避難の準備しなさい、そして閉鎖しますよ、大田全域安全上関係閉鎖します、絶対に危ない、絶対に安全に閉鎖命令出さない、そういうこと、大田区のね、お偉いさんの無視拒否しても閉鎖命令、そして住民の自主避難の準備、まあ、安心な東京都23区戦場にあるから、あの時避難させればいいよ、立川方面に向きなことや。たとえのアメリカ主体の多国籍による核攻撃でも、あっちの立川方面大丈夫や、大丈夫やから。その最初はね、アメリカ大使館もロシア連邦大使館も中華人民共和国大使館もフランス共和国英国大使館 もう早めに脱出すべきやって、他の東京大使館もイラン、イスラム共和国大使館もみんな避難すべきやったね、外観で。しかも、そう、避難させるべき、絶対に避難させるべき。そう、ダメやったら絶対、首脳指導者やったら、首脳各国の大使館よりも、俺ら出現者で、あの大使館よりも先に避難してください。自国民の避難誘導を優先してください。まあ、すぐに避難準備を、万一の場合は保証できないんで、思ってください。アメリカの官僚、在日米軍の出動さんです。ありがたいんですけど、我々の手でゴジラを倒すことにします。あんまり帰国に軍隊に迷惑かけたくない。軍たちの女、身は自分で守るという政治の方針です。絶対に大使に言うわ。それはアメリカの大統領、国防長官にお伝えください。ちなみに、先生方にお伝えください。こちらも自主避難の準備をと思います。そういうこと、あの大河内総理役の、ね、大河内首相役のね、大杉栄さん、なぜああいった自主避難、そんな皆さんにお願いします。まあ分かってん、あまり混乱するからダメやってん。自衛隊も警察官も全員総動員せんと避難できんねん。そのことは避難こだって、でもね、寒の場合ったらもうすぐ避難命令だぞ。一瞬避難命令だぞ。東京公民のさ、あの映画見るとはいえ、もう自主避難の準備はしてください。本物のゴジラが現れたから、ね、ああ大田区のあの現状見たら、あそこ無期限閉鎖、そして自主避難の準備してください。立川方面とか東京方面、あそこの、あそこにあるから、自分でキャンピング、かなりいいな、テントなんかあって、そこで設定してください。もし設定許可もらえなかったら、サムみたいな人じゃない、そういう連中、文句言いに行くから、文句言いに行きますからね、ちゃんと言う。受け入れ先の学校じゃなくて、そういう駐車場があるでしょうか、いっぱい提供してください。全く聞かない。皆さん、そうやったら絶対言うわ。
そう、1日な、セーブカーの通知が来る前に、そう、持ち主避難の準備してくれ。ね、持っていくものはこういうカバンとか財布とか預金口座とか身分証明、それでいいんです。あんな防災グッズ持てたら邪魔。車持ちの方とかそういう方はもうキャンピングアウトドアセットの持参でも結構です。早めに車で避難してください。あの状況見たらもう車での避難やめてほしい、うん、あ、自衛隊の車両も通れんし、うん、作戦時の戦車と通れないんや。だからあれでもゴジラの戦いでも紫外線にやめたのさ、どういうことやったんや。もうね、すべきだったんや、ここで。でも無理やったんや。そう、この東京の地形、この東京の地形でも分かる通りさ、戦車は通れないんや。意外に通れなかった。そういうこと。そういうことです。お、そういうことです。山崎将軍たち。見てください。多分無理っていうか、無理っていうか絶対紫外線無理。今のあの土地の状況見たら無理。規制はこう無理かな。そうですね。雨やったら絶対無理言うわ。そんなところで戦闘なんてね、やめにやるな。多摩川の防衛線はやめてくれ。あれは危ない。メールたくさんやったな。舞台の式でも分かるとおりね。右側のドアが開きます。ご注意ください。あれでも分かるとおり。メールたくさん。あんな大阪准将の役で出てないでしょ。多摩戦闘団の隊長という、団長という立場で。おい。あの時ね、まあ、かつてドイツ国防軍の電撃戦みたいな移動、グデイリアンね、将軍たちが、移動してながらその部隊を指揮、あれをすべきだったよ。常時設置式は無理だったよ。それが欠点やった。こういうこと、そのあんまりな、戦車重量化すると、スピード上がらないよ。もう一回、かつての第二次世界大戦、軽量式の戦車。すべき。そう。また対ゴジラ戦できるけど、重火器ぐらい武装可能ね。走行は軽くなる。力ないよ。力ないよ。頑丈です。そういうことも設計だろうね。もっと軽量化して頑丈にできるでは。そう。こういうこと。通常兵器ね。ね、襲来型の戦車はね、まあ7式とか、そうやろ。あれを軽量化した上ですべきだったんや。そういうこと。寒いやったらそういう兵器開発するわ。そう、意味は別に軽予算の作れんやがり今の戦車は。そういうことです。在日米軍アメリカ軍の戦車でもさ、多分こじらせんで多分逃げられんわ。かつてドイツ国軍あの戦車、多分イスラエル軍の戦車やったら、多分こういつも移動してるからね、部隊を。こう考えたら、多分対ゴジラ戦にぴったりやん。思うわ。分かりましたね。うん、分かった。多分対策、十分だって分かるんですよ。さあ、そういうことですね。今回、ドイツ国防軍の使ったんですよ。そして、かつてのソビエト戦。そう、電撃戦に出したのは、ドーゴール。あね、まあ、フランス教のソビエトの創設者トーチェスキー将軍、そうですよ、この腕、あの重工将軍の見事なあの原川事件で、海戦で分かったりです、ローハン事件で、ただ経験やってたんで、電撃戦で、試しに。だからね、その日本軍が意外とすごかった、意外とな。ゲリラ戦の得意なんか戦法や。そう、多分石山将軍の関東軍令戦ね、多分ゲリラ戦で、あの普通やったらね、戦車と配備してるはずやね。あの関東市、今大異連とか領事とか守りな、戦車部隊配置してるんや。今重要とね、守りな、全然日本教訓得てるわね。日露戦争、日露冷戦教訓得てるわ。だからそう、
上と上の指揮が下手くそ、そして官僚偏重主義、原因、その旧日本政府の官僚だ、絶対クビになかったよ。あ、普通あんな戦争指導者やクビになるんや、責任取れ、お前らも連帯責任だ。でこの男でクビにしちゃったのがアメリカの交際だ、だからこうなってもないよね。後ほど言いますよ。それじゃあ。